案件です。はい、こちら X2L F1 というレーザー彫刻機となります。今回は X2L さんよりほぼほぼ多分フルオプションでご提供いただきました。こちらがレーザー彫刻機本体で、オプションのスライドテーブルで、一番下の大きい箱が、煙の清浄機となっております。でも最初に価格言っちゃいますけど、本体だけレーザー彫刻機本体だけで、26万円、 Amazon 販売価格で26万円します。でそこから5万円オフのクーポンとかがあって、21万円で本体を購入できるっていう、加工範囲が小さい割には、高額な部類にはなると思うんですが、いろんなねレビューとか説明見させていただいたところ、僕が求めてた彫刻機に一番近いんじゃないかと今のところ思ってます。というのもこうやってねレーザーが2個ついてる、2個っていうか2種類ついてるんですよ。紙のプリンターみたいな。おー、おしゃれ。これ食べ物にやってもいいんですかね。あ、食パンやってる。暗記パン作れますねこれ。でちゃんとした分厚めの説明書。ああなるほどね。ああいいですね。好みです。日本語あるの？日本語はあります。ちゃんとあります日本語のページ。これはありがたい。で、なんかスマホ拭くやつ、緑がイメージカラーなんですかね。なんか緑の箱とか入ってますね。反対だ、光造形の 3D プリンターに近いですね。見た目はアルミの筐体で、ここがあのレーザーがね、レーザーの光を、遮断するためのこうスライドになってるはずなんで、はいはいはい。あ、シンプルでいいですね。これだけ重さはまあまあある。うん、5キロぐらいはありそうな感じですね。あ、なんだこれ。あ、排気ダクト的なやつ。おお、いいっすね。後ろにあの接続するところがあるんで、まあ、ここから窓に直接出すか、清浄機を通すかみたいなやつかな。はい、あ、これが付属品かな。素材がすごい。もうテストしまくってくれみたいなやつが入ってますね。あとはなんだろうヒートシンク。はい、こんな感じでセッティングができました。こちらの緑の方がレーザー彫刻機本体で、こちらの白い方がオプションの煙をきれいにする清浄機となっています。まあ、レーザーからね出たこう煙とか汚い空気がこのパイプを通って清浄機の中に入ります。その清浄機の中にフィルターがね入ってて、そのフィルターを通してさらにこのパイプを通って外に排出されるみたいな感じですね。でこのねパイプがなかなか良くてかなり伸びるんですよ。でちょうどここに窓があって、この窓の外に直接空気を排出させられるっていうのはいいかなと思いました。あとは非常停止がね押しやすいところについてたりとか、謎技術なんですけど、ここねカバー上げれます。で上げれるの普通じゃないですか。で止まるのもまあ分かるんですけど、これがね微妙な位置でも止まってくれるんですよ。ちょっとした微妙なところでも勝手に止まってくれる謎技術、これはね個人的に使いやすそうだなと思いました。あとはですね、これ珍しい、この業務用の彫刻機とだったらありそうなんですけど、家庭用の彫刻機で、ドングル、あ、鍵ですねがついてるのは珍しいんじゃないかなと思いました。あの USB 型のこのドングルがですね、2個ついてまして、まあ勝手にね動かされないように、まあセキュリティをかけることができると。でこの X2L F1 のスペックなんですけど、彫刻速度爆速だそうです。ホームページを見る限り最大4000mps の速度で彫刻することができると。ただこれね中見てもらえば分かるんですけど、 X 軸と Y 軸がありません。昇降する Z 軸だけなんですね。でそれどうやって彫刻するかっていうと、先進的なガルバノメーター技術により X 軸及び Y 軸ミラーを高速で正確に回転調整することによって、レーザー彫刻することができると。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、まあ、要はこうレーザーがねこう1本ビューッと出てるんですよ。それを普通だったら X 軸と Y 軸こう動かすんですけど、ではなくミラー鏡を使って反射させて、正確な位置にこうレーザーを照射させると。すごいですよねこれ、ガルパのメーター技術。初めて聞いたけど。で、まあ、しかも速いし、かなり高精度。ホームページ上では、まあ、約2ミクロンの精度で 0.00199mm の、精度で彫刻することができると。で、まあ、サンプル見る限りめちゃくちゃ高精細で、めっちゃなんていうの、複雑そうなやつもできてるんですよ。まあ、ほんまかなとちょっとここは疑ってますけど、かなり期待値は高いですね。であと冒頭で2つのレーザーが搭載されてるって言ったんですけど、これね
2W のレーザーと 10W のレーザーが搭載されています。で、パッと聞くと弱っと思った方いらっしゃると思うんですけど、これ実は 2W の方が、赤外線レーザーなんですよ。1064nm の赤外線レーザーと 10W の 455nm のダイオードレーザーっていう、2つの種類のレーザーがあって、素材に合わせて使い分けができると。赤外線の方で金属とかをやって、ダイオードレーザーの方で紙とか段ボールみたいなやつを、刻印するみたいな。これがですね、使い分けることによって300種類できるって書いてあるんですけど、300種類も素材思い浮かばんけどねただ、10W のレーザーでは、8ミリぐらいの木の板の切断とか、5ミリの黒のアクリルとかも切れるぐらいのスペックはある。はい、では早速レーザー加工していこうと思うんですけど、木材がねできることはもう分かってるんで、もういきなり真鍮置いちゃいましたんで、こちらをやっていきます。カバーを閉めて、で素材がねいくつかあるんですけど、こちらねいろいろ選べるようになってて、さらにもっと増やすこともできるんですね。おめっちゃあるな。使いたいやつをこう持ってくることもできると。はい、で、今回ちょうどねブラスっていうやつがあったんで、これを選んで、厚みが5ミリかな。はい、お、え、何、あ、もうこれでビント調整自動でやってくれるんや。この青い点と赤い点がちょっと交わったところがこうピントが合ってるところらしいんですけど、勝手にやってくれてますね。あ、ちなみにこれ自前なんで、このセットには含まれないんでご注意ください。あ、なるほどね。ここのダイヤルで微調整することもできますけど、ほぼほぼ合ってましたね。はい、あとはフレーミング。あ、これがめっちゃすごくて、わかりますかね。青いラインがうっすら出てて、ここに刻印しますよ、彫刻しますよっていうのがわかるようになってるんですよ。これがねめちゃくちゃいい。よくあるフレーム式のレーザー加工機って、どこにやるかが、ね、結構分かりづらいんですけど、これラインで示してくれるのはマジでいいですね。で、加工中、このスタート押して、はい、準備完了で、こう押せばスタートです。いきます。早っ。動いてる、こっち動いてる。あ、動いてる。連動しますね。静かですね。早っ。終わりました。うわ、すげえ。うわー、きれい。マジできれい。おー、くっそ適当な真鍮ってやっただけなんだけど、これめちゃくちゃ綺麗。すごい。続いてこちら、アルマイトされたアルミのプレートですね。こちらにレーザーマーキングをしていこうと思います。バイク部品とかね、自社商品とかでマーキングしたいことあると思うんで、どんな感じになるか見てみましょう。いきます。ポチッ。ありがとうございます。あ、もう始まってる。始まってます。あー、早い、細かい。いやー、これ結構ね字ちっちゃいんですけど、いや、すげえな、細か。で、ついでに音量も見てみましょう。大体この距離で66dBぐらいですね。で、今この清浄機も使ってるんですけど、66dBくらい。いや、ちょっとしたことなんですけど、めちゃくちゃ位置決めしやすくて、無駄に大量に作ってしまいました。これはそのうち X とかでプレゼント企画したいなと思います。欲しい方がいらっしゃれば。
はい。で、あとですね、ちょ気になるのがこれアルミのアルマイトはやったんですけど、アルミの素地にやったらどうなるのかっていうのと、あとまあ 2W の赤外線でも回数をね重ねていけば結構彫り込んでハンコみたいなのができるのかっていうのもちょっとね実験でやってみたいと思います。ではまず1回目、ポチ。あ、全然いけますね。アルマイトなくても綺麗にマーキングはできていますが、はい、54秒で終わりました。どうでしょう。よいしょ。あ、すごい綺麗ですね。じゃあこのまま、5回ぐらい。はい、5回目が終わりました。どうでしょう。どれぐらいだろう。本当に1000分、100分の1へこんでんのか膨らんでんのか分かんないですけどなんかちょっと手触りが感じられるぐらいです。まあ、でもいいですね。このなんかビーズブラスト、細かいビーズブラストみたいなのをしたような表面の感じになってますね。あと赤外線レーザーを使うとこういったレンチなどのサビなんかも落とせるらしいんで、やってみたいと思います。本当かな。いきます。すげえ、マジ。うわ、これめちゃくちゃいいな。38秒で表面のサビがめっちゃ綺麗。逆に不自然になってるんだけど、この先端とこが。サビ取り一応ね両側やってみたんですけど、めっちゃ動き良くなりましたマジで油とかはね刺しないですけど、めっちゃ動き良くなりました。すごい。いやー、なかなかいいですね。ただやっぱりね、こういった大きいものとかたくさんね同じものを並んで連続で加工するみたいなこともやりたいじゃないですか。でそういう時に使うのがこちら、オプションのスライドエクステンションを使用します。これはですね、レールとかモーターが中に内蔵されてて、まあ、その名の通りスライドしながらレーザー加工をすることができるというものになります。なので本体とね線をつなぐだけで、こういったね長物の加工とか細かいものねたくさん並べて量産加工みたいなこともできます。はい、段取りはできましたが、この状態でもフレーミングってできるんですかね。どこにやるかみたいな。おお、なるほど。はいはい、あ、これで動かせるんだ。あ、なるほど。レーザーの範囲は決まってるんで、あとはどこまで行くかみたいなことをこれで知ることができると。はいはい、結構ね板いっぱいに行く設定になってるんで、これ以上ちゃんと行かないようになってますね。板は動いてるんですけど、レーザーのこの光は止まってますんで、ここまで行くよと。ポチ。ゼロセットしてから、おお、これ結構時間かかりそうですね。おお、めちゃくちゃ綺麗。すごい。つなぎ目とかないですね。まあ、こういう直線が連続するようなやつはつなぎ目とか出にくいかと思ったんで、線も試してみました。どうでしょう。このね O なんかぐるっと丸で一周描いてるんですけど、つなぎ目分かんなくないですか。一応ねここの色が一番濃くなってるところです。めちゃくちゃ精度いい。まあいろいろと拡張性があったり高機能なレーザー加工機なんですけど、もう一つ面白い機能があるんでそちらをねご紹介します。まずですね、ここのアルミプレート外れます。
で外してね、直接この下の材料にマーキングするっていうのはできます。ではなくてですね、実はこう向けて使うことができるんですよ。ちょうどここ、僕が作ったプレス機のここがね寂しいんで、ここにね今からこの向きでレーザーマーキングしてみたいと思います。こういう変なとこでやるときってパソコンとかいちいち持ってきたくないじゃないですか。ちゃんとねスマートフォン用アプリがありまして、これで、操作することができます。フレーミングして位置決めます。もうやり方は一緒ですね。まあこれ持ってられるかな地味に重い、5キロくらいあるからね、これ地味に重いです。よし、ここにしよう。しまってくれ。よし、よし、行くぞ。行きます。あ、ちょっとずれた。あ、ちょっと待って、ポチって押すときに2度ぐらい傾いた。あ、あとこれ向きさ、向き逆かも。待って、向き逆ちゃん、これあかん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 、キャンセルキャンセルキャンセル。ちょっとスコッチブライトでこすってもう一回やります。もうあの元くん嫌やったんでクランプで固定しました。いきます、こっち。危ない、飛翔停止遅なったはい、これはいいですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は X ツールさんの F1 というレーザー彫刻機をレビューしてみました。正直言ってね、完成度がめちゃくちゃ高いです。ダメなところがねマジでなくて、使いやすさもそうですし、拡張性とか、そのレーザーの出力も、ちょうどいいと思いました。正直あのレーザー切断機で金属削れるレベルが家庭用で出ると思ってないんですよ。で木を切るぐらいなんですけど、木を切るんだったらまあその丸のことかそういうのでも十分だし、まあ、精密な木工とかやる方はそういうのは必要かもしれないですけど、僕はねどっちかっていうと切るなら切りたいし、あの金属をで切れないんであれば彫刻が綺麗にできるんだったらそっちの方が嬉しいなと思ったんで、今回のような彫刻に特化したレーザー彫刻は非常にいいなと思いました。強いてね言うなら、あの翻訳が微妙ぐらい、あのアプリもあのライトバーンと、どっちもね純正のやつと使えるんですけど、純正のやつの方が使いやすかったですし、ただあの翻訳だけ、そこだけですよ。マジでいいことしかない。はい、プレス機に横向きでマーキングしてみましたけど、めちゃくちゃ綺麗です。あのズレとかね、そういう変なの一切ありません。いやこれね家庭用ですけど、全然業務用でね使えるレベルだと思います。マジでおすすめです。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいますので、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。こちらのね X ツール F1 概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。